この商品、普通に欲しいです。はいどうも、弱小セドラの高田です。今日はですね、とある激アツ商品をちょっとね、復活情報が入ったんで、ちょっと仕入れてきたんで皆さんに紹介したいなと思います。この商品はですね、結構定期的に復活したりするんで、その情報を見逃さずランキングいいんでね、即売りするっていう感じに、していただきたいなと思います。では早速紹介していこうと思います。こちらです。リングヒット、スイッチのゲームですね。はい、こちらの商品がですね、ゲオと古市で、復活してたんで、ちょっと、仕入れてきました。こちらはですね、今 Amazon の価格がだいたい 13,500 円、仕入れ値が、古市だと8,660 円で、ゲオだと8,770 円っていう形にはなってます。はい、こちらですね、ランキング一桁です。はい、確か今4位かな、4位5位とかその辺をうろちょろしてるって感じになります。もうそれくらいだと、もう納品したらだいたい30分くらいでもう一つは売れます。はい、そんな感じになるんで、だいたいそれで利益が一つ2000円ちょっと、取れてくるんで、こいつをですね、まあちょっとね、仕入れていきました。まあ今日もともと仕入れする予定はちょっとなかったんですけど、ちょっと普通に買い物、ちょっと行ってて、そのついでに、近くにちょっとゲオがあるってことでちょっと寄ってみたら、まあこちらの商品がありましたんで、仕入れてきたっていう感じになります。はい、ついでに、まあついでになんですけど、ちょっと他に仕入れた商品ね、ちょっと厚めの商品ね、仕入れたんで、こういう商品とかもありましたね。これつむつむフェスティバルセットっていうスイッチなんですけど、こちらもですね、今 Amazon 上がってきてます。はい、予約段階ではですね、上がってきてなかった、発売日以降、だんだん上がってきてるっていうような商品になっています。ちなみにこれは、だいたい39,000円、仕入れで、売り値が 48,000円とかまで上がってきてます。こちらはまあクリスマス待ってもいいのかなっていうような商品にはなってきますね。はい、多分クリスマス需要で、どんどん上がってきてるっていうふうになってるんで、まあ今売ってもいいですし、今だとだいたい一つ4000円から5000円くらいの利益が出るっていうような感じになってるんで、まあ今売ってもいいですし、まあクリスマス直前まで待ってもいいかなっていうような商品にはなってますね。はい、多分クリスマス向けでね、これから、どんどん Amazon 全体の、回転も、上がってくるんで、今ちょっと回転が微妙な商品でも、どんどん回転が良くなって、クリスマス前くらいにはプレミア価格になってるっていうふうな、形になってくるんで、ぜひですね、今 Amazon 市場の、どんな商品が、プレミアになってるのかって今一度、確認してみることをお勧めします。でですね、ちなみにですね、このリングフィットはですね、ちょっと生産体制が全然追いついてなくて、もう需要がもう常に右肩上がりというか、もうすごいある商品なんで、再販がまあいつになるかっていうのはちょっと予測ができないんですけども、またね、再販があったらですね、まあ供給の方が、かなり増えてしまうんで、まあ利益が取れないっていう風な形になってしまいますんで、もし こちらをですね、仕入れていただいたらもう即売りですね。はい、寝かすのはちょっとですね危険かなと僕は思ってるんで、仕入れて、すぐまあ自己発でもいいんで、即売りすることを、お勧めします。はい、ぜひね、こちらの商品を、皆さん、仕入れていただいたらいいかなと思います。でもまあちょっとさっき、買い物にちょっと行ってきて、でちょっとさっきゲオに行って、その買い物行ってきて、で帰り、またこいつをね、まあ、ループというかもう一回仕入れていこうと思ってもう一回見てみたら品切れになってたんで、やはり入荷しても、数はかなり少ないっていう風な、形にはなってきますんで、ちょっとですね、見つけたら早急に、仕入れることをお勧めします。ほんと数時間の差でなくなってたりするんで、はい、皆さん、そこら辺はちょっと気をつけて、仕入れ、してみてください。はい、まあこれも結構トレンドというか、今 YouTube とかの効果でかなり上がってるっていう風な、価格が上がってるっていう風になってるんで、そこら辺のですね、媒体、まあ、YouTube とか、まあ、Twitter もですね、そこら辺でですね、トレンドになってるような商品はどういう商品かなっていう風に考えてみると、こちらの商品にも、たどり着いたらですね、別のまたね、かなり人気になってて、品切れ 続出中みたいな、商品もあったりするんでですね、そこら辺もですね、しっかり抑えて、仕入れ回ったら利益取れるんじゃないかなと思います。はい、ということでですね、今回は、このリングフィットアドベンチャー仕入れてきたんで、紹介させていただきました。こんな感じで、これからもセドリや転売に関する情報を随時発信してますんで、ぜひチャンネル登録の方よろしくお願いします。それからですね、何かわからないこととか困っていることとかがあれば、ぜひ LINE アットの方にですね、メッセージいただければ、こちらとしても回答いたしますんで、そちらのメッセージの方をお待ちしております。それでは、これで動画を終わります。ご視聴ありがとうございました。それではさよなら。